今日なんですけど、これね、見たい人多かったんじゃないですか。リクエスト多くて、なるほど、芸能人 YouTuber の年収ランキング、これ発表したいと思います。300万ぐらいだと思いますよ。700万ぐらい入るんじゃないですか。1000万いくと思うけどな。これは2000万から3000万の間っていう予想。3000万ぐらいあるんじゃない。はい、問題。サラリーマンはボーナス入ったら絶対にやることは風俗行くことです。よろしくお願いします。そうなんですか。そんなことないですよ。今挨拶可愛くないですか。もう結婚したんで、これから可愛いあざという感じ行こうかなと思って。可愛いですね。ということで、その意味もそうですよ、皆さん、はい、そうなんですか。そう、みんなそういうとこに行きます。そうだよ、別にボーナスもらわなくてもいけるでしょ、別に。いや、でもボーナスもらったら特別にやっぱり、うん、そう考えるとやっぱり風俗いくら2万とか3万ですか、うん、やっぱり簡単にいけないですから。まあまあ、だからね、ボーナス入った時、暁にはやっぱり、はいはい、年に2回の楽しみですかね、これね。サラリーマンの方でね。ということで、今日もよろしくお願いします。お願いします、はい、今日なんですけど、これね、見たい人多かったんじゃないですか。リクエストが多くて。なるほど。あのね、今まで YouTuber の年収ランキング、これヒカルさんと一緒にやってすごい反響良かったんですけど、芸能人 YouTuber の年収ランキング、これ発表したいと思います。気になる。最近多いっすもんね。お前カメラ半分切れてるよ。僕っすか。うん。あ、そうなんすか。だいぶ切れてるだ、お前。いいっすよ、はい、あのですね、はい、これみんな気になるでしょ。でね、これなんですけど、僕なりに調べたデータで、うん、一応僕はその芸能人の方は全然知らないですけど、うん、一応名前だけ読み上げていきます。まあ画像とかなしですね、だから、ね、画像とか名前だけ読み上げさせていただいて、はい、ですね、ちょっといろいろ集めたんですけど、はい、もうね、うん、何百名近くいるから多いやろな。多いんですよ。で、どれかで順番っていうのはちょっと難しいんですけど、うん、2020年に立ち上げたチャンネル、2020年立ち上げたチャンネルが一旦順番通り並んでます、はい、なるほど。だからカジサックさんとか2020年前の人入ってないんですよ。宮迫さんとか例えば。ああ、それはそれで別データがあるから、それは後で順不同で読み上げます。要は新規参入してきた方ってことですね。はい、一旦まずそこが順番通り並んでるんで、はい、数字通り、これ一旦言わせてもらっていいですか、はい、ただこのデータ7月までのデータということで、はいはい、ゆうちらさんから拝借させていただいてます。再生数から算出するって感じですね、はい。でね、一応これ言わせていただく、 YouTube はこれ一応言われてることとして、うん、僕の独り言として聞いてほしいんですけど、うん、YouTube は一応再生数がですね、いわゆる、お金になるのが 0.1 円と言われているんです。いわゆるね、100万再生だったら10万円、 0.1 円ですから、うん、っていうのそれが、実はですね、登録数とかそういうの関係なしに単価っていうのはみんなバラバラで、高い人は1円超えるんじゃないかと噂あるんですよね、うん、でそういうのいろいろあるんで、一概に再生数だけではないんですけど、うん、ただ僕はこの人たちのこのチャンネルの方向性とかいろいろ見た中で、うん、この人の単価多分今こうやろなって想像はつくんで、はい、その上で再生数云々順番通り行っても稼いでることが違うっていう可能性、本数も違う、うん、1ヶ月で1回の動画が200万再生いっても1ヶ月4本しか出してへんよし、より、うん、10万再生を30本出してる人の方がトータルのお金多いしとか、いろいろ加味して言ってます。動画の時間、動画の再生時間とか、いろいろ加味して言ってるんで。でも 0.1 円でだいぶ前ですよね。まだ10分とかのあれミッドコークじゃなかったところじゃないですか。まあ一応世間一般にそのぐらいと言われてるというか、ちなみに僕どのぐらいなのかって話なんですけど、僕は僕より高い人を今のところ見たことないですね。いや、噂は聞きますけどね、うん、はい、ということでデータがありますんで、いいですか。いいっすよ。まずですね、はい、映画史が2時50分登録数が、212、すごいな、212万人もいる。総再生数が1億1551万ですから、まあ普通に言ったらだから 0.1 やったら1000万入ってるって計算ですけど、うん、月収でいいですか。月収で、はい、月収で言うと月収300万とか、500万ぐらい、多分300万ぐらい、500万とか、うん、案件やったら別ですよ。僕みたいに案件で月何千万稼ぐ人間もいるんで、そんな感じです、イメージ。はい、この後どんどんいきます。はい、佐藤健さん、登録数は189万。おお、まあ、事務所とかもありますからね、そのチャンネルに入る収益ってことですね、はい、そうですね、はい、4000万再生ってことで、この人も動画そもそも出してないから、うん、月に同じように300万ぐらいだと思いますよ、うん、ただこの人の場合は、出した動画の広告単価は多分めちゃくちゃ高いはずなんで、うん、ただちょっと俺動画見たことないんで分かんないんですけど、質はすごいいいチャンネルだと思いますね、うん、あと手越さんですね、143万。そんなおんの、すごい早いですね。早いな、ここから3ヶ月やってますもんね。ヒカルさんともコラボされてましたしね。はい、あ、手越くんの今で言うと、まあ、数字が落ちてきたって動画でも本人も言ってましたけど、月にどうですかね、アベレージで700ぐらいは入るんじゃないですか。マジでどうですか、マジで。こう7月現在で出てるから、開設が6月ですから。そんなもんなんですね。そんな前の700もないかな、もしかしたら、わかんないですけどね。
一発目とか収益化できてないんじゃないですか。ああ、もちろんあの辺は、あの辺は一番再生数稼いだ時には全部チャラになったはずですから、はい、今の月のアベレージデータ、そうか、月のアベレージデータないか多分、再生数がだって10とかいくときあるから、そうなんですかね、ちょっとわかんないですけどね。すごい、はい、川口春奈さん、女優さんですね。超有名、動画出してないんで、多分これ月200万ぐらいじゃないですか。出してないです、1回出したら何百万再生いくけど、そもそも動画出してないんで、っていうところですね。で、あとの20、ちょっとこれわかんないですね。わかんないですか。 JYパークのもっとわからん、もっと前だった、もっと前だったよ今。TWICE とかの育ててる JYPARK っていう人がプロデュースした。やめよTWICE 絶対知ってるみたいな言い方やめて。ただこの上から見ていってちょっと違うのが、20はあれなんですよね、その YouTuber って感じじゃないです。シンプルに多分音楽でしょ、チャンネル持ってるだけってこと。そう、音楽、ミュージックビデオ、ミュージックビデオが上がってるんで、石橋貴明さん、やっぱり一番高いな気すんねんな、意外と。この人は今俺アベレージすごいと思うよ。結構頻繁に出してるイメージ。はい、清原さんのやつめっちゃ行きました。基本僕動画見てないんで、あの間違ってたらごめんなさいね。頻繁に出してるイメージです。何本だ、ほんま出してるんですか。オトランス視聴者めっちゃ多いし、単価もめっちゃ高いはずやから、1000万いくと思うけどな、多分月。まあいい線っすよね、それ。いくと思うけど、広告単価めちゃくちゃ高いと思う、多分この人は。俺よりは高いと思う。渡辺直美さんって YouTube やってないでしょ、ライブ配信。今ほぼないに等しいんじゃないですか、アベレージ稼いだ時のランキングではないんで、ほぼないから100万とかじゃないですか。錦戸さんと赤西さんのもそんなに動画出してないし、再生そんなにいってないから、月で何百万じゃない、今のところ。石橋貴明さんがダントツ、量的に言うと、はい、中リーサさんは、再生数がすごいいってるけど、そんなに頻繁に出してないっていうのと、でもこの人は多分繰り返し見られることが多いんかな。ただ、年さんともコラボしてます。あ、してますね。そうですね。で、ってことは年齢層が相当低いから、単価は多分高くないんですよ、この人って。単価高くないから、多分あんだけ再生数いってても、月600万ぐらいかなっていう予想。今言った人は全員年齢層低くて、年齢層この中で唯一高いのは、石橋さんが唯一俺より高いかなって。後の人は全員低いと思うんですよね。っていうことだと思うんですよ。かなと思うんですよ。中リーサさんはそんなに存じ上げないんですけど、すごい人でしょ。すごい人ですね、女優さんっていう。俺が、じゃあ中リーサさんが10だとして、俺何個数字、すごい、すごい。それはエマちゃんが詳しい。俺ほんまに知らんもん、この人。エマちゃんそれ詳しいか。何、え、結構、あ、え、じゃあもっと上やろ。え、中リーサさんが10ですよね。いや、知ってるで、タレントって知ってるけど、結婚したら知ってるけど、そういうことか。テレビ見えへんから分からへん。中井さんが10。10で、じゃあ、ナファさんがじゃあ 4.5 くらい。半分。いや、でも、私、あ、でも、6ぐらいかもな。6だと思う。最近あんま出てないですか、ドラマとか。そうですね。一時期はめちゃくちゃでしたけど。なんか、めっちゃそっくりな人、俺。俺、その人とごっちゃになってんねん。めっちゃそっくりな人、俺、この人と。え、もう、俺、レディー・ガガ。え、レディーガガ俺知ってるよ。言うてお前、俺炎上する前レディーガガに会いに行くって案件決まっててんから。え、お前でもレディーガガ10としたらラファさんが1ナノぐらいですよ。お前それで言うたらナノ1ナノぐらいです。あ、おったお前。いや、潜在かお前。ほんまぐらい、潜在か何ていうか、めっちゃ取り汚れてる。そんなもん。かまいたちさん、はい、今年の7月はこれですけど、もう全然上がってきてると思うな。でしょ、うん、もうだから今めっ、1000とか、でもどう出してんの、分からん、本当に。ちょっとチャンネルみたいな、あの次 Google のちょっとどんどん出していってほしいですね。 OK です。配信ペースみたいです。1000万ぐらいだと思います。分かんないです、かまいたちさんどのぐらい出してるから。大好きです僕。千原ジュニアさん、小籔さん、フットボールアワーさんのチャンネルですね。あ、それなんかもう最近更新してないの、してないですか。じゃあもう今100万ぐらいじゃないですか。はい。いいよね、この呼ばれたい、俺こんなとこ。かまいたちさんのとこも呼ばれたいし、千原ジュニアさん呼ばれたい、錦織さん呼ばれたい、直美さんも呼ばれたい。錦織さんじゃないです、錦戸さんです。錦戸さん呼ばれたい。え、どれを錦織って言うの。錦織さん、分からん。錦織さん、分からんもん、マジで。いや、それ漢字の問題だから。佐藤健さんとも呼ばれて、全部呼ばれたい、全部呼ばれ、全部呼ばれたいです。全部呼ばれたいですね、それは。はい、ノンスタイル、エグジ…エグザイル、え、違う、え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 、ちょっと、皆さん、ナオトさん、EXILE の NAOTO、 これをノンスタイルって読みました。ちょっと待って、え、
はい、次ですね、直人さんエグザイル、直人さんエグザイルは出してないでしょ、動画歌で出してるんじゃないですかね。ちょっとジャンルが違うんですかね、じゃあ歌っていうか、あれです、あのダンスかな。42万登録200か300ぐらいですね。中川翔子さん、中川翔子さんはですね、動画全然出してへんと思う、同じぐらいと思うで、これもこっから基本下がってきます、順番通り出してるんでね、同じぐらい。本田翼さんなんかも動画出してる。あ、でも37万人いるですね。200ぐらい、230。まあそんなもんですね。本田翼さん違います。本田マリーさん想像で言っちゃってるんですか。でこれ絶対翼って読まないと思います。有名ですよ、フィギュアの本田マリーちゃんとか。本田姉妹41万ですから。でもアベージ見たらビビるっすよ。210万、209万、130万。いやだから1ヶ月に1本とかやん。だったらこれ月50万ぐらいです、この人たちは。まあまあまあ、そうか。1ヶ月どのぐらい再生数あるかなんですよ、これって。ヒカルさんとこの間僕も言いましたけど、ヒカルさんが YouTuber に長くて、トータルの再生数が30を超えてるんですって。で僕は前回バンされた時の動画と、チャンネルと今のチャンネルを合わせたら、ヒカルさんの半分よりもっと高いんですよね。だから、なんか17億とかなんですか、6億。でヒカルさんの再生数って僕より全然高いのに、倍以上やのに、俺が半分でとどまったってことは、過去動画をどんだけ再生されてるんだって話なんですよ。いろいろなことがあるんですよ。まあもう複合的に考えないんで無理に。そう、複合的に考えてる話なんだこれ。はい、アンジャッシュの小島さん、この人今めっちゃ来てるじゃん。小島さん多分今エグ、この人めっちゃエグかったはず、確か小島だよって、はい、ありがとう。月400ないぐらい。まあそうそう、出してへんのかな、あんまり。小島だよ。柏木由紀さん、AKB ですね。可愛い人ですよね。柏木由紀さんのどうなんですかね。結構俺はこの人たち行ってたはず。ゆきりんワールド、1週間に2本ぐらいのペースですかね。月300ぐらいじゃあ。それないんちゃう？ないんちゃう？柏木さんもっと出さんためですね、これね。月5は出さんためです。市川海老蔵さん、まあもうこの辺もやってないでしょ、YouTube。トリプル A の西島さんとかも女の人。いや違います。俺女の人は好きよ、トリプル A の女の人ですよね。コメント残してました。コメント残してました。コラボしてくださいってコメント残してました。じゃあもっと痛い、もっと痛い、カラオケ行ってください。コメント。え、激痛。僕ちょっと個人的に好きで、ハギちゃん激痛やな。激痛、痛風です。痛風です。はい、オリエンタルラジオの藤森さん、この人は多分めっちゃ言ってる。藤森さん多分今やばいと思う。多分今めっちゃ言ってると思う。確かめっちゃ言ってるぞ。週3。あ、そんなもん。でも週3で30万再生とかですよ。そんなもんか。じゃあ月300万か。まあそうですね。そんなもんか、この人のチャンネルで。確かこの人動画長いから。あ、確かにそうなんですね。後からも再生して見れるような内容なんですよ、確かこの人。あと音楽の場合、500何十万とかいうやつもあるんで、過去動画伸びていって、まあそれも変わってきますから。そうやね。島崎さんですね。バルさんか。おバルさんは、100万ぐらいですか。アスカキララさん、じゃあ動画出してないんじゃないですか。出します。動画出してないんですよね。出してないから、これ収益はもう多分月数十万ぐらい。まあキララさんに関してはね、もっと動画出せばいいんですけどね。あとはなんか始め方を失敗してますよね、キララさんはね。ブランディングのスタート以降、副業みたいな感じで。まあまあこの人は別にもう全然お金も持ってる方ですし、もう地位も名も全部あるんですけど、始め方だけ失敗したっていうか、まあそもそも始めるつもりなかったでしょうね。っていう感じですけどね。ちょっとバッドボーイズさん、佐田さん、佐田さん多分やばいですよ。滑らない話もほら、22時間前で23万とか40、まあ週2とかですけど44万、33万、29万。すごっ、マジすごいっすよね、普通に。いや次知名度とかいってる、3とかいってる、3はいかないっすね、多分。乃木坂46。いや、日焼け坂っすね。これは乃木って読まないっすね。僕ね、乃木坂と欅坂全く分かんないです、どっちが。分かるですよ、でも漢字は分かるっすよね。漢字で書いてある、漢字で書いてある。これは、見てじゃない、漢字なんで乃木ではないっすよね。僕だったら一回乃木坂と欅坂どっちかの地方、東京の地方局のドラマ10本ぐらいのやつ全部出てたんですよ。ああ、なんかね、はい、どっちの出てるか分かってなかった。すごい。もう本当に僕は綺麗な人が好きなんで、はい、可愛い人に全く興味ない。じゃあエマちゃんは可愛い方ですよね。だから全く興味ないじゃないですか。僕一度でもエマさんに何かその男見したことあります？ないでしょ。ゴミ削るようになったでしょ、エマちゃんのこと。可愛い方です。逆に喜んでください、それ。可愛い方です。エマちゃん可愛いですよ。でも僕らはでも大人ですから、普通に接してますから。大人ですから、ちょっとね、可愛いのはごめんなさい。コメントでめっちゃ評価いいですよ、エマちゃん。エマちゃんそうですよ、可愛い可愛い。ミラクルヒカルさんとか多分今言ってんじゃないですか。
あ、行ってそうやな。なんか見たことあるもん。行ってそうやな。ロザンとか、田村健二さんとか、東野幸治さんとか、ラジオでね、番組やってる。長谷川京子さん、えやってるっすよ。俺昔好きやったな、昔好きやったな、友近さんとか昔好きやったな俺。カズレーザー、南明菜、三又又蔵さんね、コロッケさんとか、トレニーキャインとか、押し切りもや、うわ会いたい押し切りもや、昔好きやったな。こぶってゴルゴ13、ゴルゴ、あゴルゴ松本さん、ゴルゴ13 松本ですよねこれ。これ13って読めないっすよね。はい、ということでね、こんな感じでありますけど、そこじゃないですよね。こんな参考に思ってるのは、今から始めた芸能人の方、いると思うんですけど、これがリアルな数字ですね。要は、どのぐらい配信ペース出すのか、どういう質の動画、運動感出すのかっていうあるんですけど、コンサルって僕やってるんですけど、コンサルのことをあんまり動画で多く語らない理由っていうのは、抽象的なことしか言わない理由っていうのは、皆さんがピンと、なんかなって思うでしょ。それでいいんですよ。ほんまにコンサルの内容を動画で言ったらコンサルにならないんで、例えばエマちゃんこうやってこうやって伸びるでって、はい、これ心理戦なんで、うんうん、こういう風にやったら視聴者がこうやって合わせるかどうのこうのっていうのを、うん、ここで動画で言っちゃったら、うん、その心理戦全部使えないんで、そうですよね、はい、コンサルにならないんで、だからあんまり多くは語らないですけど、一つ言えるのは、うん、ビジネスなのか有名になりたいのか、まずこの2つはっきりしてほしいんですね。あ、そうだからコンサルって言うたらその人に応じですもんね。そうです、要はそうです。なんで、まずビジネスにしたい、お金にしたいんです、僕はって言うんだったら、もう絶対僕向いてます。で、それだったら、ですね、どういうのをやりたいとか向いてるとか、なんかね、あるんですけど、どういうのが単価高いかって話からしないとダメなんで、うん、そうなんですよ。そうですね、有名になりたいとはメントスコールでね、行けば、有名になりたい。いや、極端な話。今のままのことを動画でやるだけで大事、有名になるんだったら、そこから最終的にお金とか、テレビにまた復帰とかで有名になるって、マネタイズできるっていう道もあると。あるんですけど、メントスコール有名になるか。バカにしすぎや。違う意味でね。なんですけど、っていうのはありますということで、はい、他の芸能人です。2020年より前ですね、はい、始めてる方、一応まとめてるのがあります。一応いきます。狩野英孝さん。でもバズってるっすよね。すごい見てます。今どう狩野英孝さんすごいんじゃん。もういろんなジャンル、ゲームもやってますし、歌も面白いですし、何でもかんでも面白いです。でも、いじられてるでしょ、多分。そうですね。僕は、これは、長続きしない人気の取り方だと僕は思ってるんですよ。おそらく狩野英孝さんって。もう約60万人。どのぐらいペース出します？まあでも1週間に1本とか。ゲーム実況を出してます。まあ月100万ぐらいじゃないですか。宮迫さんはどのぐらい？宮迫さんも結構行ってる。まあ、落ちたって言い方する人はいいですけど、まあ、平常時に戻ってるんですよ。平常時に戻ってて、次普通に数字を取ってるでしょ。毎日配信で、10万、15万、34万、51、28。800万ぐらいか。いや、でも89万とか36万、58万とかあるんで、多分、100万も全然あるっすね。で、20動画がでも回るような気はするよな。いや、宮迫さんだから。なあ1000万ぐらいかな、はい、まあ、そうやな。年齢層高いと思うけどね、皆さん多分言ってるのかなと思うけどな、うん、だからオリラジの中田さんは YouTube 大学ですよ。今登録者数はえげつないですよ。もう300万、うん、そうですよね。過去動画がめちゃくちゃ多分伸びるんですよ。まあ月1500ぐらいじゃないですか。そのぐらいあると思います。そのぐらいじゃないかな、はい。カジサックさん、カジサックさんが、うん、どうなんだろう、月うわ、超気になる。ラファさん超えてると思うんですけど、再生すると、サブがえげつないですもん。あ、サブがあるんか。カジサックさん、サブメインぐらい回ってるでしょ。カジサックさん、3000万ぐらいあるんじゃない？えげつないっすよ。年齢層の単価が、ね、よくわからんねんな。主婦層でしょ、うん、で、ミクルさんとかさ、うん、あの数字で広告単価聞いたやんか、うん、って考えたら、ってなって、ヒカルさんの広告単価も聞いてるやんか。聞いてるっす、ね。で、俺の広告単価あるやんか。はい。まあ、単価の。って考えるときに、カジサック、なんかその、カジサックさんも含めですよ。例えば、アイランさんとか、子供系の人どんな単価なの？なぜやの？うん。と、なんか、子供系とかですね。維持率って結局、10分以上あんま超えないんかなと思うんですよ。どんだけ長くても。維持率はね、僕で言ったら例えば9分とか10分あったりするんですけど、はい、どんだけ長い動画でもやっぱそこもあれってあるんかなと思うんですね。そうですね、ある一定の長さになったら。でもカジサックさんめっちゃ言ってる気がするな。テレビで再生されてるかもしれないですしね。そのテレビみたいな感覚なんかワンチャン。僕はちょっと子供層めっちゃ多いから行ってこいで単価がそんなに実は高くなかったりするんちゃうかなと思うんですよ。うん、
まあ、だから俺は2000万から3000万の間って予想。はいはい、でも芸人さん出してるやつはめちゃめちゃ高い、一番高いと思う。この方は中田さんとかと民入るんじゃないかな、うん、っていう予想です。はいはい、お世話になってます、いつも。はい、次アンジャッシュ渡部さん、はい、まあやってないと思うんですけど、やってたらすごかったんじゃないですか。月何百万いくんじゃないですか。いやでもなんか全然伸びないっていうのテレビ見ましたよ。あ、なんかフィッシャーズさんと一緒になんかやってる時に言ってましたね、なんかどうしたら伸びるのみたいな。アンジャッシュ渡部さん、フィッシャーズさんが言っても伸びなかったんですか。まあ私1個やるわけに関しては、アンジャッシュ渡部さんなんか僕伸びる方法ありますよ、僕やったらこれ絶対いくってなりますよ、これだと思うんですけどね、これってのは絶対悪いこと考えとる。いやいや、違う違う、分かってる。どうなの、もう、やれへんし、けど、このネタを取られたくないから言いたくない。あー、そうですね。はい、はい、で、次行きます。イグジットさんは、イグジットさんどうなってんの今、ぼちぼち行ってたけど、そんなにめっちゃ行ってるイメージなかった。月、まあ、400とかのイメージですけどね。じゃない、確かそんなに最初に多かったんですよね、意外と。あの、僕らサブチャンとかあるんで、サブチャンのいい時、悪い時の数字も加味して、大体その辺のそうも、なんとなく出してるっていうのが根拠ですね。霜降り明星さんってそんな言ってない。霜降りさんどうなの、テレビではエグいけど、YouTube どうなんですかね。結構おすすめ出てきますね。あ、またビッグデータですかね、それは。もう100万人いってるっすね、毎日配信。え、30万超えてるっすよ、大体。うわぁ、じゃあもうこれえげつないんじゃん、しかも。あれ、そんなに300万とか200万とか結構あるっすよ。1200万、え、1200万ですね。まあそのぐらいあるんちゃう、はい、ロンドンブーツさん、ロンバーツさんどうなんですかね、あんまり出してないイメージですよね。アツシさんこそやっぱ難しいな、どうやって売るって言われたら。アツシさん難しいな、あれしかないかなって僕は思いますね。アツシさんがやりたがらないと思うんですけど、うん、今現状はそんなにいってないと思うんですよね。何百万とかじゃない、月。まあでもチョコプラってどういってる、あのあれですよね、香水のカバーでめちゃくちゃどうやってますかね。チョコプラさんコラボしたいな、ネタじゃないですか。チョコプラさんちょっとコラボしたいですね。事務所どこ、吉本、吉本な気がします。あ、じゃあコラボしたい、吉本だったっけな、コラボしたいな俺。ポテトチップス開けるコントの舞台めっちゃ好きでした、僕見てます。で、こっからモデル一覧いきます、はい、女の子いきます、これが最後です、いきます、はい、みなみさんですね、みなぎしは読めなかったって感じですね、これは。知ってるよ、坊主にしたら知ってたよ。そう知ってるよ、みなみさんいっぱいいますから、坊主にした人ね、ま、間違える方が可愛いで、ね、AKB でしょ、そうですね、元、はい、ですか、今も岡本か、まあその、まあ、とにかく現役の方っていうか、全く分からないですね、やってるんかな、峯岸さん、どうだよ、峯岸さん、あ、でも出してないですね、あんまり出してないな、はい、全然出してない、出してない、で、藤田ニコルさん、ニコルンですね、ニコルンさんね、藤田ニコルさんなんか俺もうめちゃくちゃバズると思ってんねんけどな、これもやっぱり構成とか編集とか、藤田ニコルさんは、なんか一度お話聞いたら、なんか趣味でご自身でやってて、編集も全部自分でやってて、売れへんお金うんぬん感じないような純粋な方だと思うんですよね、やってることに対しての気持ちが。だからそこじゃないと思うんですけど、まあ別にやりたいことやってるんじゃないですかね。でもなんか、まあ、難しいんですよ。どこまで行ってもやりたいこと、やりたいからやってるってだけの人に関しては、僕もう何一つ言えないんで。副業でちょっとなんか暇でやってれば、そういう人は別に再生行ってようが行ってないから、もうこれで忠告すること何もないというか、うん、お金稼ぎたいという人はいくらでもブランディングできるんですけど、ローラさんですよ。ローラさんもどうなん、あげてないでしょ。モーニングルーティーンとか見ました、めちゃくちゃ綺麗ですね、うん、でもやっぱモーニングルーティーンとか1日のご飯とかで106万とかいくんですね。100とか200だな。あ、でも出してないですね。出してないでしょ。1ヶ月加藤サリさん、事務所の先輩ですね。いや有名でしょ、加藤サリさんって。それこそ加納英子さんと、そうです、そうです、ね、あたまたま飲食店、たまたま横にめっちゃ綺麗な人おるなと思った加藤サリさんでした。はい、辻さんです。辻のみさんです。あ、めっちゃ言ってたイメージある。この人も俺ね、若い謎なんですよ。要は主婦チャンネル謎なんですよ。主婦層と子供層持ってるでしょ、うん、俺全くそこの対するね、単価がいくらっていうデータが僕ちょっとなくて、どのぐらいなのかな、分からへんよな。そう、この辺の人でも39万とかめっちゃ言ってんじゃん。48万、でも毎週2本とかっすかね。177万とか600万、月そんな言ってんすよ。週2っすよ。2か、はい、で30何の再生とかなんで。いや、なぜやねん。俺だからめっちゃ単価高いやんか、普通かどっちかと思ってんの俺、こういう人って。でもすごいな、言ってるやつとかめっちゃ言ってるんですね。600万再生とかあるんですよ。
めっちゃ成功してますよね。この人がやるべき動画の道を進んでるから。確かにほんまにそう。この人は多分裏に分かってる YouTuber がついてますね。えじゃないとあそこの道は行けへんっていうか、もうやりたいことめっちゃ分かるっすもん、チャンネル見てたら。うん、ただ世界観も一緒やし、ただ最初にマネジメントしてもらっただけで、なおでマネジメントで誰か大人はついてへんから動画出してないっていうことになってると思うんですよ。あとビジネスでやってないんですかね。まあでも週2でこれだったら、まあまあ普通の週、シンプルに週7出せばえげつない数字いくんで。あとね、まあこれもあんま言うとあれですけど、週2っていうのは平均再生数とか登録数とかの伸びを鈍化させて下手したら下げていく可能性があるんで、週何本以上がいいっていう決まったロジックがあるんで、そこをちょっと分かってないと週2でこのぐらい稼げればまあいいかな、このぐらい労働度っていうのは栄光に続かないです。栄光に続けさせるために1点出すっていう配信ペースが必要なんで。うまいっすね、世界観がもうほんまに。それはうまいっすね。もう全部統一されてる。はい、ということで、今一通り言ったんですけど、やっぱりもうみんなすごい人ばっかりで、はい、よく言いますけど、やっぱりこの人たちね、数字言ってる言ってないって僕も偉そうに言ってますけど、うん、やり方一つ変えたらもうえげつないですから、言ってなかった人も。言ってる人は言ってるし。もちろん、カジサックさんとか中田さんとかもエグいですし。あ、一人抜けてるっすね。誰？エマチャンネルっていう。誰？1.7、あ、1万。ごいくぜやないかい。ごいくぜやないか、お前。これからですもん。エマちゃんもね、僕は何やったらいいかって僕の頭があるんで。はい。これをやったらもう行くっていうのは僕ならありますよ。あ、もっと大事に言われました。誰？ハギちゃんチャンネル。ハギちゃんハギちゃんも何やったらええっていうの僕もあるんですけど、ハギちゃんハギちゃん今どれぐらいいるんですか。ハギちゃんチャンネルがね、もう生配信してます。バカでも作れるミネストローネって書いてますね。ハギちゃんはね、もうね、仕事に対して意欲があかんわ。あ、でもハギちゃんもうちょっと1万人いきますよ。おめでとう。すごい。やっぱどこまでこの人の能力みんなすごいじゃないですか。ハギちゃんもエマちゃんももちろんすごいんですけど、生配信多いですね。一つはなんかやっぱそのやる、例えばさっき言った平原さんもそうだけど、やる前のストーリーミスってる人、やる発信までの作りを間違ってる人とか、あとはそのやってる時のそのジャンルが合ってない、あと配信ペースがそもそも悪いとか、編集が悪い、いやいやチームが悪いってことですね。あとはそのジャンルそもそも単価、家の単価になれへんからなっていうのとか、中期的に見たらいけるけど、長期的に見たらずっと長続きしない動画ですよとか、あ、なんかいろんな欠点がちょっとあるんですよね。みんな多いのが、なんか YouTube 始めますってやるじゃないですか。はい、最初だけバーンって言うじゃないですか。はい、そっから開いちゃってなんか上げ始める人いるじゃないですか。絶対何本か用意した方がいいですよね。とりあえず。ほんまそうよ。せめて20本ぐらいとか用意してから始めないと。いや、当時ロジック全然違うっすから、今勝とうと思ったらっていう感じですね。その中でいい動画出してる。それはすでに配信のスケジュール組まないとって感じだね、ストーリー。そうですね。そのぐらい本当にちゃんとやらないと。最初なんか絶対毎日配信してたらなかなか多分難しいんですか。発生できないとかあるんですけど、最初の20分出さないでやるぐらいだったら全然できそうですけどね。ほんまにもったいない。全然、よーいスタートレースするとき、よーいスタートっていきなりニトルブルセリンのボタンをするのと一緒だよ。いきなり使うんですか。ほんまそうっすよ、ね。ゴール直前に使わないととかっていうのも、使い方間違ってるというか。確かに。準備してへんのに、何も燃料積んでへんのに。燃料積んでへんのに、もうスタートしちゃったみたいな感じ。ほんまに。ということで、ただね、やっぱりね、すごいな、この芸能人の皆様、モデルの方もみんなそうですけど、プロですから、はい、本人たちが、うん、こと YouTube に限っては、言葉やらずに言うとセンスがないというか、やる気がないって言われたらそれまでですけど、なんですけど、無理やりやらされとかね、いろいろあるじゃないですか、事務所に。ちょっと本気出したらもうすごいよな。もうエグいもん。全員どこかやりたいもん、こんな素材の人。誰一人、この人あかんわなんかおらんよな。もったいない、ほんまに。だからもったいないでしかないというか。こんなもう YouTuber なんか全員クズですから。大悟さんおっしゃってましたよね。YouTube には最初は手出さなかったって。うん、知ってたけど、うん、で、すごい多分準備して多分やられたんでしょうね。ライブさんな。はい、だからすごい。俺の師匠やろ。はい、ラブの師匠。もう、俺の師匠ね。はい、で、ライブさんのすごいよ。ライブさんとか言うよ。ライブさんおらんかったの。あ、もう、違うんじゃないですかね。芸能人って、まあ芸能人か。ライブさんおらんかったの。こんなんでおらんかった俺思って。ライブさんおらんかったよ。あと誰がおらんかったの。え？あ、え、ゆとりさんもらんかったの。あ、アツさんのも書いてある。ガクトさんもらんかったの。ガクトさん、またやった。なんでおらんの？あれ表示されてないんじゃないですか？なんかな何個か表示してないやつあったとか。いやでも下まで行ってたんで。なんでよな。ガクさんとかって持っているでしょ。ガクさんも結構行ってるし、アツさんも行ってるし、アツさんなんかそれこそ本当にね、お金をね全部、寄付してるんですよ。全部寄付なんですよ。だからお金稼ぐ云々かんぬんじゃない。そういう意味では、収益は立てたいと思うんですけど。うわー。えぐいでしょ。とか。すごい。
ね。ガクトさんもなんか趣味半分でやってるような感じでしたね。本当にもう貴族の遊びですよね。そうですよね。ですよね。と、はい、いう感じしますし、まあでもほんまにみんな素材がもったいないよな。もう最初一番大事なのに。ほんまにこれで稼ぎたいって思っててやっててうまくいけへんねんって思ってる人は、うん、もったいないっすよね、マジで。俺もう勝てる気がせえへんもん、普通に。こんな YouTuber やってから伸びないって言ってるようでダメですよね。そうやな。だってもう伸びるようにもう想定しとかないと。全部プラン B ないのって。だから偉そうに言うとやっぱり YouTuber って、うん、トータル的に全てが一人でできるから、YouTuber 畑で育ってる僕らっていうのは編集とか全部自分でやってましたから、全部自分でやってて成り上がってるんで、全部一応分かるよね、編集の気持ちとかあるんで分かるんで、あれなの。あと構成ももちろん自分で、まあ構成とかやってみますけど自分で考えたりするんで、でそういう意味で言うと仕事として稼ぎたいの割には、うん、ビジネスマンとしてはセンスがないんですよね。あ、言葉選ばずに言うと思います。だからな、うん、あんまり影響力ない方、まあ、もちろんあるんですけど、そこまで Now で有名じゃないのにもういろんな人を巻き込んで結局収益下げちゃうって、で再生もいけるしみたいな人がいるんですけど、まあ自分でも調べてやって、例えばフラワーさんにお願いするとかもあるじゃないですか、例えばですね。そういうのあったらもっと考えてからやった方がいいですよね。だからそれで言うと全部任せるとかやったらもう、そうやな、うん、モデルさんやタレントさん、芸能人、芸人の方も、うん、プロってか、その有名人としてはプロやけど、うんうん、ビジネスマンとしてはセンスのない人が多いのかなって、結論僕なんかこの今の何年間の芸能人の方が流れてきてくださった中ので言うと、結論一人でできる人がまず少ない、うん、チーム組まないとまずできない。でそのチーム組んでもそのチームも芸能から引っ張ってくるから、そもそもビジネスセンスがない。だからそこの違う畑でのビジネスができないっていうようなイメージ。テレビ感でやっちゃうとちょっと合わないですね。人とかいろいろあって思いますね。武井壮さんとかって自分でやる。あ、武井壮さんもらうな、こんな感じ。そうです。しかも武井壮さん自分で編集とかされてますから。てか朝倉未来君もらうことない、こんな感じ。芸能人じゃないですよね。格闘家の方で武井さんとかじゃいなかったですよ。武井さんもらえんの、みんなもらえんの、おらんわ、なあ、なんで天心君、天心君もらう。天心君に一回蹴られてや。いや、それなんでなんですか。わかんない、なんか蹴られてやん。5億5000万の蹴り一回食らってみたやつ。いいいいいい、それでエマちゃん。えいや、エマちゃん本気で蹴られて、体重同じぐらいじゃん、本気で蹴られて。体重ないよ、体重同じぐらい、私で45ぐらいです。あー、向こうさんが10キロ重いんか。本気で蹴られて、はい、ハイキック、ハイキック、ハイキック絶対嫌です。天心の5億5000万の蹴りで刃取れて、ヤエバだけは絶対嫌です。降参してヤバいもんな。ヤエバ蹴られて、トータル的に僕思ったんですけど、うん、あのコンサルずっと入り、裏におる間はいい人がね、うん、ずっと数字取るじゃないですか、うん、離れたら取れない可能性ある。もう自走すればいいですよ、うん、全部出ちゃって。でも結局知識をジョイントしてその人が自分できるようにならないと離れ出ないでしょ、うん、っていう意味で言うと、僕はちょっとこれ今フラッシュアイデアで思ったんですけど、そもそもビジネスセンスから教えないとダメなのかと思いました、うん、めっちゃ偉そうな言い方ですけど、そこなのかなとちょっと思いましたね。まあ、事務所入って、ね、キャスティングされて出るだけじゃないですか、ね、テレビと違うのそこじゃないですか、うん、自分でちゃんと考えてやんないと個人が、うん、ねえ、はい、こんなにいい素材で伸びひんってもう俺不思議でしかないですもん、うん、ねえ、確かにほんまに思いますね。だからやり方一つ変えたら伸びるすごい方たちなんで、もうやっぱ YouTuber にとっては脅威ですよね。脅威ですよね、うん、もうちょっと芸能人の人が結果入ってきてもいいですけど、僕があの何年か前に出した動画の1年か2年前に出した動画の、想定通りの未来に行ってますよ、うん、芸能の人たちが入ってきてその後どうなるどうなるどうなるっていう動画僕予想したことあるんですけど、結果その通り今進んでますね。ということはこの先もその通り進むんで絶対に。ということで今回は芸能人 YouTuber の一覧ということで、うん、もしこれどうなんっていうのがあったらね、連絡いただければね、がっつりお金さえもらえれば僕は仕事しますんで、ね。ただではできないですよ。ただではできないですよ。はい、ただではできない。ガッツリね、金ね、ほんま、金なくなるまで無視で取りますんでね。ということでよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。